はい、皆さんこんにちは。内山男子のノックアウトチャンネルの時間です。はい、今日は小日向さんに、のジムに来てちょっとキックを教わろうと思って来ました。はい、どうですか、やりましょう。できるもんですかね。全然キック本当に2年1年ぐらい前に武蔵さんに教わったぐらいなんで、うん、全然やってないんですよ。結構見たんですけど、結構やっぱ蹴りセンスあるんで。あ、マジですか。はい、今日はあの僕とスパーリングまで行こうかなと。病院予約しておいてください。なんで今日はぜひ僕に最強キックを教えていただきたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみにキックは足の太さって関係あるんですか。細い人もいるんですけど、そうですね、結構でもふくらはぎ、はいはい、ふくらはぎ結構大事ですよね。ふくらはぎないってなんですか。あった方がいいですよ。あった方がいいですか。全然ないですよ。棒みたいなことですね。そうなんですね。毎回もう女の子みたいな足ってますか。これ下だけで取ったらでも女の子ですよね。じゃあいいですかね。基本やりましょう。はい、基本からまずちょっと本当に最初からお願いします。こうで構えて、はい、蹴った時にこの状態でいいですかね。うん、蹴った時にこの状態ですか。うん、じゃあこの状態で蹴りました。ここでパン、あ、最後の瞬間の、そう最後にいいことが、はい、そうこれになると、はい、例えばじゃあこれで蹴ってきました。はい、こう蹴った時、頭こちらとパンチが届かないです。なるほど、遠くなるんですね。遠くなりますね。で、遠心力もするんで、はいはい、あ、そうこれで蹴れれば、はいはい、いいかなと。なるほどで、前の映像では、はい、まあ、大体みんな基本でここまでしかやらせないんですよ。はいはいはい、うん、そうすると、まあ、ここからこの力になるんですけど、まあ、ここから本当は1で、はい、肘を前に出すよね。1で肘を前に、この時に足も斜めちょっと前に出して、はい、でこの肘を下げずに、はい、ここでバンです。そうおその時にさっきの状態になるんですね。1、うん、1で入って2、うん、この1で入りました。2でバン出るんです。なんですかね、うん、俺がやってるなんかアインしてみたんじゃないですか。なんか違うのか。ちょっともう一回いいですか。もう一回この状態で左足を斜め前に出しながら肘を、はい、うん、はい、でこっからこの肘を下げないでバン、うん、そうでこれが慣れてきたら、はい、この身で一回って回す、うん、最初のところ難しいですね。うん、1で入って、そこから2で1回転で、そうおー、これああ、いいですか、うん、なるほどで、そこからまあワンツー出る体勢だったらバッチリですよね。はいはいはい、うん、この状態で1で入って蹴って、おこれがいけるのも多いですよね。うん、で、ワンツー、おー、こんな感じですね。なるほど、ちょっといいですね、うん、ちょっとまた今まで違った教わり方なんで。ボクシングも世界チャンピオンなんですけど、初心者の人教えてみたいです。蹴りなんかもやったことないかわかんないですよ。で、今度は、はい、まあ、左の蹴りちょっと足を変えて、はいはい、あ、スイッチしてうん、で、こっから、なるほど、あ、そんな感じですよね。うん、じゃあ逆、うん、こっから、こうですか。そうおお。で、この時にこの手を速くすれば、足と一緒に、はい、これが速いですよね。そう、うん、これ早くする。これ、うん、おー、いいですね。難しいの。これもスイッチしましたで、蹴ったら足が出てこれが落ちるんですよ。はいはいはい、そのまま戻ればいいです。あー、うん、そこに落ちたら蹴れない。回しちゃうと蹴れない。どんどん本来だったらこう蹴ってここに足がついて、あー、止まりましたね。これ難しいくないですか。これ一番難しいです。難しいですよね、うん、蹴れないですよ、ずっと。うん、そうですね、回ろうとすると蹴れない、うん、まあ、これはちょっと難しいんでね、とりあえず右は OK、 ちょっと曲げていきましょうか。あ、曲げていいですね、うん、蹴ってみます。この時に若干頭をちょっと後ろに倒して、はい、うん、より威力が、手はこのまま真っ直ぐ下げればいいです、蹴る方、はい、おー、そうですね、うまいですね。おー、なるほど、うまいですね。
おう。おう。なるほど。大丈夫ですか、こんな技教えちゃって。ちょっとあの、喧嘩聞くみたいな。あとで入れないんじゃないですか、僕の場合に。じゃあちょっとミット行きたいですね。ミット行きましょうか。はい。はい、よしよしよし。じゃあお願いします。よし、お願いします。じゃあ見ておきます。はい。さっきと、うん、さっきのやつで、こっちで入って、あ、こっちですね。入って、そうそうそう。で、これ、カウント的には下から入れる感じですか？あ、一最初ね、蹴りやすいやつ蹴ってください。蹴りやすいやつ。ニュートラル蹴ってください。OK ですね。いいよ。OK。OK。で、ちょっと、実はこう構えてます。はい。で、この状態だと、はい、内間さん、本来蹴りやすいですね。はい。で、これが、肩が、例えば僕がこっち側になると、はい、ちょっと蹴りづらいんですよ。はいはいはい。なんで、そう、そこに合わせて、僕の他の肩が、はい、内山さん中心に合わせておくと、はい、はい、うん、そう、蹴りやすいです。おー、うん、これに合わせればいいです。打ちやすい。うん、そう、だから、この常にこの距離を取るんですね。そうそうそう、取れますよ。で、おー、いいですね。わざっす。うまいっすよ。おー、うん、キックボクサーになってきましたね。キックボクサーになってきました。よいしょ、2回、オッケー、ラスト2回、よし、オッケー、いいっすね。ちょっと前蹴りもちょっと言います。今こうやって昨日の酒抜きますから。まずはさっきの右の前蹴り、はい、このボディに、そうですね、それで相手を吹きますです。そう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 、自分が下がらないように相手を、はい、おー、OK、もう一回、おー、いいですね。そしたら、はい、蹴ります。蹴って戻ってから、はい、はい、あ、おいしいし、さあ、蹴って、よいしょ、うっ、おー、難しい、難しい。あ、これ、まいちゃん、そうです、まいちゃん戻って、基礎だけも戻ればいいです。はい、で、これコツが、はい、今のジャンパン蹴ったのめちゃくちゃこう、いいんですよ、はいはい、で、戻した時にちょっと重心上になるんで、あ、はいはいはい、下に落としてくる、浮いちゃいけないですね、うん、あ、ボクシングしようですね。そうそう、一回落とそうです。落としてから、おー、そうですね、はい、行きましょうか。ふっ、他もよいしょ。あ、そうですね、ごめんなさい、ダメダメダメ、すいません。それから、ふっ、下からもよいしょ、今の感じですね。あと10回ぐらい行きます。蹴りの威力どうですか、小木上さん。右のやっぱいいですね、ミドルが。右ミドル。ミドル。で、前蹴りもちゃんと押す力持ってるんで。僕ね、体幹強いんですよ。あ、はい。結構80キロ、90キロぐらいの人と押し合いしても結構勝つんですよ。ほう。はい。90キロです。で、ここなんですよ。格闘技やってくれたんで。そしたら左回っちゃいますか。あ、そうですね、カメラで。さっきのスイッチ、はい、じゃあこっちに来て、はい、で、さっきのスイッチをして、うん、スイッチをしました。で、うん、そこからの、うん、 OK、 はい、 OK、 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 いいですね、今の。そうです、うん、運動が難しいですね、うん、だこっちに、うん、重心を入れるってことで落とすんですか。そう、これが実はあの今設置してこっちがこう下がったじゃないですか、はいはい、下がらない方がいいんですよ。下がらない、このままです。あ、うん、そう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 、はいはい、さすが。おー、いいですね。おー、うん、おー、おー、おー、重い、重い、重い、本当ですか。おー、おー、よっしゃ、おー、重い、重い、よし、もう一回、よし、オッケー、いいじゃないですか。おー、なんか、高いそうな気してきましたね。いや、じゃあそろそろスパーリングしましょうか。いや、はい、10分ですか、ね、10分。おー、おい、同時に、同時です。おー、ご視聴ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。